朗読三角間の恐怖作江戸川乱歩前回の続きからです。二老人しばらくそうしていると、女中が現れて、 構造論人の来訪を告げた。検索論人はそれを聞くと、はっと見を起こして、慌ただしく女中に命じた。この膝の毛布を取ってくれ。そして隠すんだ。それから薬瓶もコップも。女中が手早く、それらの始末をすると、今度は、 森川と女中を見比べて、わしを立たせてください。あいつに弱みを見られたくない。二人でわしを立たせてください。森川と女中が左右から老人の手を取って、ソファーに立ち上がらせた。病人とはいえ、骨元の大きな体だから相当の手応えがあった。 よし、それでよろしい手を離してわしは一人で立っていなくてはいけない指先に力を込めてソファーの腕に立てそれを支えにしてやっと立っている正面のドアから構造老人が入ってきた昼みなきゃは皆が洋服生活と見えこの老人も古風な仕立ての 黒い広を着ているおう構造家、かよく着てくれた兄老人が快活らしく声をかけた構造老人は双子とは見えぬほど何から何まで兄と違っていた骨細の華奢な体後頭部に灰色の毛をわずかに残して すっかりはげた頭。痩せではいるがほとんどしわのないつやつやした顔。薄うすいまゆの底からのぞいているようなかなつぼまなこ肉のうすいわしばなひげがないので異様にまのびした鼻の下。薄うすいくちびる彼は何かつまずくものでもありはしないかと 念入りに足元を見ながらゆっくりと入ってきたとぼとぼと弱々しく兄老人よりも老けて見えるがその実は案外健康らしい動作が呪いのはなみなみならぬ用心深さのためであろう彼は注意深い目でどんな小さなものでも見逃すまいとするようにじろじろと 部屋の中を見回している。森川弁護士との初対面の挨拶が済むと弟老人はソファーの一つに腰を下ろす兄老人もそれを待ちかねていたように元の椅子に倒れ込んだがその時思わずはっと大きなため息を漏らしたのを相手の老人はわざと気づかぬふりで。 原作「お前加減が悪そうだが」とゆっくり言う「なあにちょっと風邪をひいたばかりさ大したことはないよ」「お前はどうも用心が足らん見るがいいすっかり弱り込んでいるじゃないか」「まあそんなことはどうでもいい今日森川さんに来てもらったのは実は我々の問題を」 この際はっききりり取り決めておきたいのでね。え我々の問題というと?」「弟老人はとぼけている」「分かっているじゃないかお前にとってもわしにとってもこれほど大きな問題はないあれが我々の生活を支配するようになってから40年もたった」 わしはこのごろつくづくその重大な意味が分かってきたあの問題があるためにお互いにどんなに苦労をしているかまた気まずい思いをしているかもうこれ以上わしには耐えられんのだそれは何のことだわしにはトンとわからんがお前わからんと言うのか 検索老人は危うくかんを破裂させるところであった額の静脈が恐ろしいほど膨れ上がっただがやっとの思いで怒りをかみ殺してもちろん例の遺産相続の問題だよおうあのことか幸三老人は落ち着き払って あれにはお前死んだ親父と兄貴の二重の意志がこもっている法律から言っても非の打ちどころはない今更わしたちにはどうにもできんことじゃないかいやお前さえ承知すれば二人の合意で何とでもできる親父兄貴だってまさかこんなことになるとは知らなかったに違いない親父も兄貴もわしたち二人を同じように可愛がっていたんだからね どちらか一人が悲惨な目に遭うなんて決して本意じゃないだろう。だが40年もたって今さらそういうことを言い出すのはどんなものかな。そんなこと初めから分かっていたんだからね。息があれば兄貴が遺言状を見せてくれた時に言うべきではなかったかな。じゃがそれにしてもお前が突然こんなことを言い出すのは何か差し迫ったわけでもあるのかね。 弟老人はそう言って意地悪く相手の顔を見つめた「これ晃こ三うう子供の頃思い出してくれわしたちはあんなに仲良しだったじゃないか」「同じ着物を着せられて同じおもちゃをあてがわれて顔までそっくり同じでいつも一緒に遊んだじゃないかそれがお前にしてもわしにしても」 どちらか先に死んだ方の子供たちが路頭に迷ってしまうなんてこんな残酷なことがあるだろうか。おい検索、お前そう興奮してはいかんよ。病気には興奮が一番毒じゃ。この次にしよう。ねこの話はお前がもっと元気になってからにしよう。今日話さなくてもまだいくらも機会がある。 いい。い。や、わしははななともない病気ではないせっかく森川さんにも来てもらったのだから今話を決めておきたいのだ。わしたちは久しく長かいをしているがどうか水に流してくれ。子供の時のことを思い出してくれ。なあ幸三お前はわしよりも長生きをする気でいるからそんな無慈悲なことを言うがどんなことでお前が先に死なないものでもない。 そうすればお前の可愛がっている子供たちが路頭に迷うのだここをよく考えてくれなあ幸三弟老人は黙って考えていた心の中で細かく計算をして利害特筆を割り出しているらしい1分ほどもそうしていた後でやっと用心深く口を開いた うーむそれでお前は一体どうしようというのだねそれを聞くと検索老人の顔にさっと喜びの色が浮かんだわしはこう考えるんだお前でもわしでもどちらか生き残った方が財産の半分を先に死んだ方の子供たちに分けてやるつまりお前の子孫もわしの子孫も 公平にに親父のの恩恵をるるようにするのだ。森川さんそれには法律上どんな手続きがいりますかな全く聞き役に回っていた森川弁護士にやっと口を利く折が出た「そうですね」と咳払いをして お二人がそれぞれ、そういう内容の遺言状を作っておかれても良いのですが、遺言状は後日、本人の気持ち次第で書き換えることもできるのですから、一番確かなのは契約書ですね。ちゃんとした契約書をお互いに取り交わしておくのです。生き残った方が相手の遺族に対して、信託してある全財産の半額を必ず分配するという意味の契約書ですね。 おお、それだ。構造、わしはこの案が一番いいと思うがお前の考えはどうだいやちょっと待ってくれわしとお前はどうも性分が違うのだよお前は昔から気の早い方で何でもその場で決めてしまうがわしはそうじゃない何を考えるにも時間がかかることにこういう問題は四方八方から実行してみなければならんまあゆっくり 考えさせてくれ。「弟老人はそう言ってのろのろと食器のポケットを探り古風な懐中時計を取り出したがそれをじっと見ながら「おうこりゃいかん」「ち薬を飲む時間が過ぎてしまった」「今日はこれでおいとまする」「いずれそのうちに相談することにしよう」と椅子を立ち上がる。 小僧わしの考えは決まった。お前は今日はとても決心がつくまいが、それはそれとして、わしは森川さんに今の契約書を作ってもらおう。そしてわしの班だけ先に押しておくことにする。お前は後から押してくれればいいのだ。う,ううむ、お前は相変わらず気の早い男だな。まあ、それはどうでもいい。わしにはしばらく考えさせてくれ。 では森川さん、わしはこれで失礼しますよ。老人は例の用心深い歩き方でドアの外に消えていった。森川さん、助中を。検索老人はソファーにのけぞるようにして苦しい声で。早く。 とかかすにつぶやく森川の押した呼び鈴で女中が駆け込んできたそして老人が発作を起こしたと知ると経験があるものと見え西洋戸棚から手早く薬味を取り出しそれをコップにつけると老人に飲ませたしばらくするとまるで死んだようになっていた老人がやっと目を開いた。 森川さん、今の契約書を至急作ってください。八千代信託にお尋ねくだされば財産の内容は分かります。今、紹介の名刺を書きます。急いでください。今晩までにできませんか森川さん、あいつにはいくらだって考える時間があります。しかし、わしにはそれがないのです。もうこれが。 わしの最後の切り札なのですそして老人はまたぐったりとなってしまった消える炎森川弁護士がこの奇妙な依頼を引き受け老人を慰めて自去するとそれを待ちかねていたように検索老人の部屋へ 穴山由美子が入ってきた。由美子は老人の防災の妹で20年前未亡人となって以来昼ね家に入り姉の残した2人の子供を育て検作老人の家政を取り仕切ってきた58歳の老婦人であるどうでしたお隣の隠語おじいさんは承知しましたか 小太りの小柄な体にきちんと和服を着て黒ちりめんの羽織を引っ掛けている反白の髪をオールバックにして無表情な黄色い顔にはほとんどしわがなく小さな目がわしのように鋭い検索老人はソファーにぐったりとなったまま目をつぶってわずかに首を横に振ってみせる。 「うんそうでしょうね」って何て言うんですよく考えてみる即答はできないと言ってぷいっと帰ってしまったあの人が考えると言い出したら早くてひとはかかりますよ「わしの病気はそんなに待ってくれないあいつはそれを見抜いているのだ」 何とかして回答を伸ばしているうちにわしの方が死んでしまうことをちゃんと勘定しているんだあいつはそういうやつだ膝の毛布の上にのせた老人の手が怒りのためにブルブル震えている「健さん嫌ですよそんな気の弱いことを言っちゃ」「健一やジョーズのことを考えてください」 今あんたがそんなことになったらあの二人はどうするんですかそれだよあの二人がしっかりしていてくれたらわしもこんなに心配しやしないあれらは生活不能者だ自分で稼いで食っていくということを知らないのだわしたちの育て方が間違っていたのだ穴山由美子の わしのような目がちらと老人を見た育て方については彼女にも大いに責任があったからだそんなことはありませんよ二人ともどこへ出しても恥ずかしくない立派な紳士です健一は音楽評論家として世間に認められているし長寿の油絵だってそのうちにはものになりますよあんなに熱心なんですから 音楽評論が時々雑誌に載るぐらいでは飯は食えないよ。ジョージの油絵にしたって1枚でも売れたことがあるのかね。それでいて2人とも浪費にかけては人並み以上だ。でもお隣の良介さんに比べたらうんあいつも稼ぐことを知らない道楽者だ。どいつもこいつも。 立派な遊民ばかりだよ。わしらの両家で生活能力を持っているのは隣の稽古の邸所の義雄だけだ。あれは大したもんだ。ちゃんとした事業をやっているんだからね。わしの子供に一人でもあんなのがいてくれたらと思うと情けなくなるよ。はのよしおは友人と合資で証券業を経営していた。年配も年配配もだが、 両家のう家ちで自分の力で収入を得ているのはこの人だけであった穴山由美子の黄色い無表情な顔にさっと血の毛が昇った我が子のように愛している健一とジョージが「才能の,のよしお」などと比べて非難されるのを心外に思ったからである。 あんたはまるで自分の子供がちっともかわいくないような言い方をなさいますね。それを聞くと、検索老人の大きな目に涙が光った。バカを言いなさい。かわいければこそ、こんなに心配しているんじゃないか。わしは自分の死ぬことなんか少しも苦にしていない。ただ、子供たちのために、一日でも、一時間でも、 構造より生き延びたいとこの数年来どれほどの苦労をしてきたと思う「わかりますわそれはもうよくわかってますわ」由美子の鋭い目がかわいらしく細められ誘われた涙が盛り上がってきたその時ドアが開いて遠の健一とジョージがそろって入ってきた。 2人はまだ何も聞かされていないけれども構造老人と森川弁護士の来訪によって大体のことは察していたそしてもし父が隣の叔父より先に死ねば自分たちがどんな身の上になるかということも知りすぎるほど知っていた「お父さん気分はどうです元気を出してください」。 兄弟は心配らしく老人の顔を覗き込みながら声をかけたこの兄弟は前にもちょっと読者の前に顔を出したが兄の健一は黒いルパシカのようなものを着て長い頭髪をもじゃもじゃにした西洋人のように背の高い男ひげのない後編にいつも皮肉な苦笑を浮かべている 弟のジョージは色艶の良い快活な美男子兄とは比べ物にならないほどきちんとした仕立ての立派な背広を着ている健一は36歳ジョージは32歳2人とも独身だが健一の方は変人で細工をもらわないのだしジョージの方は妻を定めることを惜しがっているような性格であった 検索老人は二人の目がじっと自分の顔に注がれているのをまぶしそうにして「お前たちまるでわしを罪人かなんかのように見つめているねそんなに責めないでくれわしは何も好んで病気になったのじゃないもっと生きていたいのだお前たちのためにもっと生きていたいのだ」分かってますよ 病気のお父さんを責めるなんてそんなバカなことがあるもんですかゆっくり養生して治してください。でないと僕たちはどうしていいかわからないのです。そりゃ隣のおじさんは僕たちを飢えさせるようなことはしないでしょう。しかし僕は恵まれるのは嫌です。ジョージは愚かにも最も父を苦しめるようなことを口にした。 健一は突っ立ったまま腕組みをして例のシニカルな苦笑を浮かべながら傍観者となっていた責めないという口の下から責められている検索老人こそ哀れであっただからわしはこの体で構造を呼んで相談をかけたのだ先に死んだ方の子供たちにも財産を折半して与えるという相談を持ちかけたのだ 森川弁護士に来てもらったのもそのためだよしかしおじさんは承知しなかったのでしょうこの皮肉な反問をしたのは兄の健一の方であったわかりきったことだと言わぬばかりである老人はふーっと長いため息をついて幸三はしばらく考えさせてくれと言った だが考えた上で承知しそうな様子は見えなかった。あの隠語じじいが承知するはずはないのだ。わしもバカな相談を持ちかけたものさ。もうこの上は奇跡を待つばかりだ。何かの奇跡が起こってわしの方があいつより生き延びるという信じられないことを信じるほかはないのだ。 ここまでの会話が検索老人の精一杯であった彼は肩で息をしながら土のような顔色になってぐったりとソファーに沈み込むと目をつむってしまった兄弟とおばの穴山由美子とはそれぞれの位置に立ったまま黙まり込んでいたおばの無表情な黄色い顔 めたまぶたの中から光っている鋭い目、健一の唇を曲げた皮肉な微笑、ジョージの一途な困惑の表情、しばらくの間、三人三様に生き人形のように身動きもしないでいたが、やがて健一が足音を立てないでドアに近づくと、音のしないようにそれを開けて廊下に出た。 ジョージもしぶしぶその後に続いたもう夕方であった昼間でも薄暗い廊下は真っ黒になっていた兄さん絶望だろうかジョージが兄に追いつきながらささやくように言ったその絶望という言葉には 父の病気と叔父の返事との二重の意味が込められていた「それは神様にしかわかるまいよ」「親父は奇跡を待つばかりだ」と言った「奇跡が起こるかもしれない」「起こらないかもしれない」「それは神かそれとも悪魔だけが知っている」「相変わらずだなよくそう超人としていられるものだ」 おい、いい俺は朝とななんかしていないよ。君に比べたら俺の方がどれほど心配だかわからないのだ君は女にかけてはすごい腕を持っているからねそれが君の何よりの武器だよおいひどいこと言うなよさっきも下の客まで森川弁護士に何か見られたんじゃないか君はドギマギしていたじゃないか。 彼女にいいろろんんな贈り物をしているんだろう。おばさんは君が身分不相応の買い物をすると言っていつも心配しているよしかし君は別に借金をこしらえた様子もないそれは君の贈り物の代金は贈られる方で支出しているからだ無論あのケツなおじさんがケイちゃんにそんな小遣いをやるはずがないみんなよし君の財布から出ているんだよ 丈夫への贈り物の代金をその夫に払わせてりゃ世話はないやだからその点でいきゃ君はちっとも困ることなんかありゃしないしかしよしおくんも甘いもんだなおい用心してくれよよしおくんに気づかれたら大変なことになるよ大丈夫だよケイちゃんはおじさんの養女だけれど僕にとってはやっぱりいいとこなんだからね いとこ同士仲良くしたって誰も変な目で見やしないよ兄弟はそこで別れて階段を下り2階のめいめいの部屋に入ったがそれから1時間ほどして日の暮れ切った頃2人は妙な場所で顔を合わせることになったジョージは鏡の前で頭に櫛を当てたりネクタイを直したり 念入りに姿を整えた上林家を訪問するために2階のエレベーターに近づいた玄関を回るよりもエレベーターで1階に降りて向こう側の扉を開けばそこが林家のホールだからである両家は各階とも厚い壁で仕切られていたがエレベーターだけは両側に扉をつけて。 両家でもやいに使うようになっていた扉を開くとエレベーターの中はまだ誰も電灯をつけなかったと見えて真っ暗だったジョージはその中に入ってスイッチを押そうとしたがすると何か柔らかいものにぶつかったそして頬に温かい息がかかったぎょっとして思わず逃げ腰になる 逃げなくたってもいい僕だまだ幽霊なんか出やしないよ健一の人を小バカにしたような声であった兄さんかどうして真っ暗にしてるんだい慣れてるからグラクッたってエレベーターは動かせるさお父さんの部屋行ったのうん どうだい様子は悪いねだが君はどこへ行くんだまたお隣かい吉尾君を怒らせちゃいけないよそれにしても隣へ行ったらおじさんの様子に気をつけるんだねどんな風の吹き回しで親父の提案に同意する気持ちにならないとも限らないからねもし万一そんな様子が見えたら夜中だって構わない 親父に知らせるんだよ。うん、それは分かってるが、しかしそんなに切迫しているのかい？健一はそれには答えないで、ポケットからマッチを出してシュッと吸った。赤い光がお互いの顔を不気味に照らし出した。健一はその炎をじっと見つめていたが、いきなり。 吹き消したかと思うと「こんな具合にね」と意味ありげな一言を残してそのまま廊下を向こうへ立ち去っていった主土の倫理その夜午後8時弟の昼な家では家族一同がそろって遅い夕食をとった。 夕食には1階の大食堂を使う例になっていた20人は遊に入れる食堂で現在の家族には広すぎたが構造老人は普通通りにそこを使っていた食卓に着いたのは老人と養子の良介養女の恵子その夫の鳩の義しの4人であったサルタという老し弟が 地下室の炊事場から女中の運ぶ料理を受け取って、それを王食堂に並べ、同主人の後ろに立って西洋風に救助の役を務めた。秘事というのは、つまり西洋のバトラーにあたるわけで、これは六名館好みの先代以来のしきたりであった。しかし、ただそういう古い形式が残っているばかりで、 服装までやかましく言うわけではなく男は皆普段んの背広姿だったし稽古も昼間のままの緑色のブラウスを着ていた猿太老人も無論正式の給仕服ではなく洋館色になったダブダブの黒背広という入れたちであったこの辺で その大食堂のある1階全体の略図を上げておくことにするこのまとりがやがて起こる殺人事件に少なからぬ関係を持っているからである主人の高蔵老人は暖炉を後ろにして大食卓の中央に着席しその右に亮介左に鳩の夫妻という順序で食事をとった。 構造老人の正面には三つの出入り口が並んでいた一つは配膳室へのドア一つは中央の廊下へのドアもう一つは広い客間に通ずるアーチ型の通路でここにはドアはなく左右に開くビロードの垂れ幕が下がっていた構造老人は女のように大きな毛糸のショールで 首から肩を巻き無言で注意深く食事をとった老人の料理は他の家族のものと全く違っていた脂っこい肉類を避け軽い魚類と野菜料理であったこれも老人の長寿法の一つなのだまた食事中は決して脇見をしなかったゆっくりと料理を味わい それを咀嚼することに全力を傾け人が話しかけても「うんうん」と生返事をするばかりであった。鳩の義雄はいつものことながらただもう美しい稽古夫人の顔色ばかり気にしていた。夫人が笑顔を見せればそわそわと嬉しがり不機嫌になれば義雄の方もまるで鏡にでも映すように。 悲しそうな顔になっておどおどした稽古の兄の良介は面白そうにその様子を眺め2人を酒の魚にして時々やゆの毒舌を吐いた食事の終わる頃林家のジョージが無遠慮に食堂へ入ってきた稽古は猿田老人に命じて彼のためにコップと 一皿の料理を運ばせ、涼介の独占している洋酒を取って継いでやったそして夫の義男の方は見向きもしないで成就とばかり話をした幸三老人はそういう新兵の風景にはお構いなく自分の食事に熱中していたが最後のコーヒーをゆっくり飲み終わるとナプキンで丁寧に口を拭いて隣の芳男の方を振り向いた。 吉尾お前にちょっと話があるんだがお前と二人だけでね。と言って他の三人の顔をチロチロと見回したこの老人は言葉のまで倹約である黙っていてもわかることはそれで分からせてしまう亮介も今日養父が林家へ呼ばれたことも森川弁護士が来たことも知っていた。 だから老人の話というのもだいたい想像がついているその話し相手に自分たちを選ばないで一番縁の薄い吉を選んだことをあまり心よくは思わなかったが別にこだわるというほどでもなかった了介は真っ先に続いて恵子と成ジ,ジとか肩を並べて食堂を出ていく。